英会話スクール、イングリッシュパートナーズの正家かるです。get the point いい加減さしてよ。get the point は要点を得るからの要点をつかむからの要点を理解するっていうふうに覚えてもらえたらと思います。ここでのポイントっていうのは論点とか要点の意味です。えー、まあ言いたいポイントわかってよ。言いたいこと何かさしてよっていうようなニュアンスで覚えてもらえたらと思います。他にも get the message とか take a hint っていう言い方もあります。 えー、彼らはなんで分かってくれないんだろう返信してないってことはそれが答えだよ。いい加減さしてよ。Why don't they understand? If I'm not replying, that's the answer.Get the point. ひどいですが、えー、例文です。Get the point. いい加減さしてよ。<sighs> Please get the point. 会いに行く英会話スクール。English Partners で検索。オンラインレッスンも始めました。